はい、こっから後ろに下がってください。はい、こっから後ろです。はい、お元気。はい、この後残存大会があります。参加されるお子さんについては、広場をこの辺りに集まりください。2号1号お集まりください。これ後ろすぎるかな、お前ら。そこは低いだから。少し痛いや。まずルールを説明します。この後みんなとキム選手、酒井選手とでじゃんけんをします。じゃんけんするときはみんな手を上に上げてください。じゃんけんポンって、他のお友達にぶつからないようにお願いします。で、選手のお二人にはみんなと交代でじゃんけんをしていただきます。で、じゃんけんは勝った人だけ立って、アイコの人と負けた人はその場に座ってください。そして勝った5人の方にはサガンコスグッズをプレゼントします。さらに5人の中で、5人のお友達でじゃんけんしてもらって、その中で勝った方にはこのフラッグに選手にサインをしてもらってお渡しすることになります。じゃあ皆さん頑張ってください。じゃあまず最初に練習をします。いいですか、練習しますよ。いきます。じゃんけんポン。今キム選手グーだったので、ファンの人が立って、海外の人は座っていただくようになります。じゃあ本番始めます。はい、じゃあ始めます。じゃあまずキム選手からお願いします。みんな行くよ。じゃんけんポン。はい、次、若い選手とじゃんけんします。パーの人いいですか、いきますよ。じゃんけんポン。パーの人だけいきますよ。はい、じゃあ次キム選手お願いします。前の方にパーの人来てもらっていいですか。パーの人手を挙げてください。違う、パーじゃないよ。じゃあ3回戦いきますよ。いくよ。じゃんけんポン。はい、パーの人だけ。はい、はい、じゃあ次いきますよ。あ、手挙げてください。はい、いきますよ。じゃんけんポン。あ、パーの人、あれ、みんな変わったかな。はい、じゃあもう一回いきます。いきます。じゃんけんポン。はい、何人残ったかな。あれ、普通の人、
2人あ、じゃあ、グーの人こっち来てください。で、パーの人をさっき、負けた人とアイコの人でもう一回じゃんけんします。さっき負けた人立ってください。あと2人かな。あ、じゃあ子供たちだけでじゃんけんするけど、な、あとじゃんけん何人かな。3人かな。じゃあ3人で、5人で2人勝ち残りです。待って、はい、いきます。じゃんけんポン。もう一回いきますよ。じゃんけんポン。あいこでしょ。はい、じゃあ3人でお願いします。じゃんけんポン。じゃあ早動座りくれ。はい、じゃあ負けた自分の方を押してください。タイガも、はい、じゃあ5人残りました。拍手してください。はい、では続いてこの5人で優勝者をお聞きします。はい、じゃあ5人でじゃんけんするよ。丸くなって、はい、いくよ。はい、じゃんけんするよ。じゃんけんポン。パーの人3人残ってください。あ、待って、はい、めくるくる。はい、いくよ。じゃんけんするよ。じゃんけんポン。あ、優勝おめでとうございます。はい、じゃあ優勝友達にお名前とお年を伺います。お名前お願いします。まっちゃん。はい、おいくつですか。たくさん好きですか。そうか、じゃあ今日あの大きいフラッグを選手がサインしてくれるので、今度試合を応援しに来てくれますか。じゃあぜひ来てください。ありがとうございます。はい、じゃあ、じゃあ選手から、じゃんけん勝った5人の友達に優勝を渡してもらいます。はい、おめでとう。おめでとうございます。では最後に、選手のお二人に今日の感想やメッセージをいただきたいと思います。ではキム選手からお願いします。今日はありがとうございました。暑い中、チームも今好調で、残留に向けてみんなで頑張っているんで、まあ、もっと上の順位に行けるように頑張るんで、ぜひスタジアムに足を運んで応援してください。ありがとうございました。お願いします。暑い中ありがとうございました。まあ僕今試合絡めてないんですけど、まあ試合に出れるように一生懸命頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。シーズン途中にもかかわらず応援駆けつけていただきました。お二人は拍手でお見送りしたいと思います。キム選手、酒井選手、ありがとうございました。